机の上に乗ってるのは何ですか？シミとブラシグミ。はい。4種類あるので全部出します。はい。じゃあ4種類あったんだね。じゃあそれをお皿に出してください。なんか2つずつつながってるのね。それは何と何？猫とトカゲ。はい。当たった。ペンギンとトカゲ。ペンギンとトカゲ。立つよ。立つ？シルクマとペンギン。ペンギン多いね。シルクマとトカゲ。黄色いのは何味？アップル。黄色がアップル？うん。で、赤がピーチ？そうやろ。そう？ピンクがアップルか？かなって思う。逆か。あんまりグミが好きじゃないんだ。グミあんまり好きじゃないんだね。でもちょっとあんまりにも可愛くてママが欲しくなったんです。じゃあ私がいただいてよろしいでしょうか。じゃあそれはかまぼこですか？多分。多分。開けてどうでした？パッケージが魔法のやつのやつべきです。かまぼこは前のやつと一緒なんだね。ちょっと見せてください。本当だね。だから、なんていうの、香りなし。変わりましたね。中のかまぼこは一緒だったね。